テニアン島は北マリアナ諸島の島の一つ。面積は約100平方キロメートルで、サイパン島からは約8キロメートルの距離にある。現在はアメリカ合衆国の自治領である。北緯15度線が通る。テニアン島はかつて先住民族のチャモーロ人が自給自足の暮らしを送っていた。マリアナ諸島が西洋人に、 発見されたのは1521年のマゼランの世界、一周公会の途上であった。この時マゼランは、グワム島に上陸し、ロタ島を冒険したが、テニアン島に流行ってこなかった。140年後の1668年6月16日、カトリック司祭で、イエズス会宣教師のディエゴルイス・デサン・ビトレスラ5人が、グワム島に上陸して、キリスト教布教を開始。 サンビトレスはマゼランによって、ラドロネス諸島と名付けられた島々を、マリアナ諸島と名付けた。当初布教活動は順調であったのだが、宣教師が、住民の吸収に干渉するようになってから、住民の間で不満が高まり、1670年に、ルイス・デ・メディナが殺害され、サンビトレスも、グアムで殺害された。スペインの支配が確立した後、 1695年に、スペインは、島民全員を、グアム島に強制移住させ、テニアンは、無人島となった。19世紀の中頃からは、スペインにより、島島は、牛や豚の放牧地となったが、後に放棄され、テニアンは野生化した家畜のみが住む島と化してしまった。米西戦争でのスペイン敗北を契機に、1899年、スペインは、 テニアン島を含む北マリアナ諸島の支配権を450万ドルでドイツ帝国に売却した。ドイツのサイパン島長はテニアンで野生化した家畜を有効利用すべくハム工場を建設するが結局失敗に終わった。その後は週1回サイパンで雇ったハンターを送り込むだけとなった。テニアンで得た牛や豚はサイパン産の牛や豚の3分の1で取引され、 当民用の食肉となった。日本統治時代のテニアン第一次世界大戦でのドイツ敗北によって統治権は日本に移動した。1920年には国際連盟より正式に日本の委任統治領となる。日本の統治となり、テニアンで初めて本格的な開発が行われ、1916年11月には、 最初の移民である日本人4人とサイパン島民約20人が移住し森林の伐採と開墾に従事した。テニアンの開発を受け負ったマルキ商会はマリアナ諸島北部のパガン島とアグリファン島から種用のヤシの実10万個を買い入れヤシの栽培が開始された。その後、1918年2月22日に山形県出身の日本人 約100名とサイパン、ロタの両島民約300人がテニアンに移住し、彼らはまず、海岸沿いのソンソン地区から、内陸のマルポ地区までの間の森林を伐採し、連絡道路を開通させ、その後森林を開墾して、養市栽培を開始した。しかし、会社の指導法や待遇に不満を持った移民たちは、1918年末に、ストライキを起こした。その結果、 ストライキは成功したものの、この時までに30名余りの日本人が島を離れることになった。一方、ヤシ栽培の方は10万個のうち6万7から8千個を植え付けることに成功したが、1919年の初め頃に害虫が大発生し、さらに6月に起こった大干ばつが追い打ちをかけたため、テニアンの農産物はヤシだけでなく、 島民や移民たちの食料となるバナナやパンの木に至るまで全て全滅した。その結果、テニアンの開発を請け負っていた北合名会社に改名は破産し、日本から来た移民は十数人を残して内地やサイパン島に引き上げた。1926年に新たにテニアンの開発を請け負った南洋共発は沖縄や福島、山形などから移民を集め、 ヤシに代わって砂糖やコーヒー、綿花の生産を開始させた。その結果、昭和初期にテニアンの砂糖の生産量は台湾に次いで東洋第2位の生産量となるまでになった。その他にも同東ではカツオ漁が盛んとなり、島内にはカツオ節工場もあった。1944年6月時点での人口は日本人15,700名。 朝鮮人2700名、チャモロ人26名であった。日本に向かう B-29 テニアン島での戦争については、テニアンの戦いを参照。太平洋戦争中は、島北部に当時、南洋諸島で一番大きい飛行場である、ハゴイ飛行場があったことから、日本軍の重要な基地となり、軍人の駐屯は、陸海軍合わせて、約8500人に達した。 米軍はテニアンの戦略的価値の高さに注目し、1944年7月24日に北部の中路海岸から上陸、8月2日に道東を占領した。その後、ハゴイ飛行場は拡張整備され、島の東部にはウエストフィールド飛行場が建設されて、本格的な日本本土空襲を行う基地となった。1944年11月以降、 連日のように日本に向かう B-29 がこの島を離陸していった。1945年8月6日の広島、8月9日の長崎への原爆投下作戦の B-29 もここから発信した。1947年にグアムを除く北マリアナ諸島はアメリカの新宅島治領となった。1948年には サイパン島やロタ島、ヤップ島より、チャモロジンやカロリニアン約400人が、再び重視、1950年代に、現在のテニアンの中心地であるサンホセを建設した。1986年にコモンウェルスである、北マリアナ諸島の一員となった。現在、の人口は約3500人と言われているが、この数値は最後に、 国勢調査を行った時のものであり、近年は、原油港の影響で島を離れるものも多いため、実際の人口は2500人ほどである。テニアン空港へ乗り入れるチェロキーキテニアン空港前に、ある宝刀タチョンガビーチウナイダンクロビーチ、ブローホール住吉神社原子爆弾積み二条島、全体に観光名所が点在しているが、南西部のサンホセが、 メイン観光地として人気が高く、タガ州庁の家や、テニアンビーチ、タガビーチ、タチョンガビーチ、石灰石の森の小道などがある。特にこのエリアのビーチでは、海亀を見ることができることで人気が高く、世界でも、有数の美しさを誇る海は、透明度が80メートルもあり、サイパンのマニャガ波島に匹敵するほどの高い水質で、ダイビングやスノーケリングに最適である。 ただし、サイパン島にあるようなラグーンはなく、波の高いところが多い。ビーチには、人があまりいないためとても静かで、プライベートビーチのように利用でき、自由に、バーベキューを楽しむ人の姿も見られる。テニアン島は、島の形状が、ニューヨークのマンハッタン島に似ていることから、島の道路には、ブロードウェイや、八番街のように、 テニアンを占領した米軍によって、ニューヨークにあやかった名が付けられた。島の散策途中には、NKK 神社の大きな鳥居や、旧日本軍の司令部、防空壕が現存しているなど、日本統治下や太平洋戦争の歴史も伺うことが、できる。テニアン島中心部の草の豊富な丘には、北マリアナ諸島最大の牧場である、MDC 牧場がある。 島の3分の1の面積を占める広大な牧場には、数千頭の父牛や肉牛が放牧されている。以前は、日本のオーディオメーカーのパイオニアが経営していたが、BSE 問題の際に牧場が倒産し、その規模は縮小され、柵だけが残っている。車などで、牧場内を散策することができ、観光名所になっている。 ダイナスティホテルのプルテニアンカジノ2020年、多外席とカマービーチに面する土地にテニアンカジノが開業予定。ありがとうございます。